はい、どうもタンタンです。ウーマですね。ウーマウクレレ、今回また少しね、今までちょっと切らしてたモデルとかが入荷してまいりました。こちらはね、マンゴー材を使った、シリーズですね。 UMGO の S、 こちら S なのでソプラノサイズでございます。こんな感じですね。ちょっと小ぶりなねボディで、このマンゴー材の独特の木目というか、この雰囲気っていうのが特徴的ですね。他にはなかなかない雰囲気かなと。で、ヘッドもね、このモデルの専用というか、マンゴーウッドと書いて、このデカールが貼られた、こんな感じとなっております。はい。全部合板ではあるんですけれども、この価格帯なのでね。ですけども、やっぱりこうマンゴーらしいちょっと甘い雰囲気っていうのかな、うん、そういったのも感じられます。ちょっと太めの音かなと思います。はい、1本目のウクレレとしてね、これからウクレレ始めたいなんていう方で、まあマホとかアカシアとかのね、こう濃いブラウン茶色のあのいった雰囲気、あれはあれでいいんですけれども、ちょっと違ったねところで探してるっていう方もいらっしゃると思いますので、そういう方にはね、非常に可愛らしくておすすめな一本じゃないかなと思います。ということで、こちらウーマから、入荷してまいりましたソプラノサイズ UMGO の S、 マンゴー材を使った一本でございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。